赤星赤崎瀬尾赤星マシマシテイでーす、はい、お願いします。じゃあ今回は、うん、まるちゃんから出てます、濃厚にんにく醤油混ぜそばというのをちょっと買ってみたのでね、今回はちょっと結構忠実に作ってみようかなと思って。なんかジローの汁なしっぽい。そうなんですよね。確実に意識はしているでしょうという商品ですね、使うものはこんな感じで、注目したいのはこちらのね、肉の花のされ方焼き豚ですね、まずはね、中身を開けていく。内容量2人前入ってまして、これあのスープと麺だけがとりあえず入ってる。美味しくするのは自分次第なんで。あ、結構アレンジし放題。そうなんですよね。まあ、スープはあらかじめ温めて、丼も同時に温めていくよという流れですね、さあそしてお肉ですけども、これ1000円くらいしますマジで、はい、復活したな。あの398円かと思ったらグラム数は398円だったので何百グラムあったんで1000円でした買い方を間違えるでしょうね。肉のパターン、肉のパターン、そうっす、はい。まあ、巻き豚にしたのでこう紐とかもそのままついてる本格派な、豚でございます。さすが肉のハナマサということでね。さあそして麺はね、いっちゃうよ。もちろん2人前食べますね、もちろんね。 130g と 130g なんで、はい、260g、まあ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 結構なりますね。茹で前には液体スープは1人前だけとりあえず、とりあえず1人前。あ、そうなんですよ、はい。で今回ね、このジローのこの平たるっぽい揚げ方もしたかった。こんなんあったの？こんなんあります、はい。買ってきました、これ。あ、そう。ちょっとなかったし。あ、買ったんだ。ちょっと、はい。すげえ。ね。で、とりあえず混ぜて、混ぜ混ぜとしていきますね。まあ、ちょっとまずは1人前なんでね、白い部分も目指せますが、よーく、こねんじゃないの、混ぜて。はい。で、その上にね、お野菜は、まあ、焼き野菜で今回作っておりますね。いや、最近ずっとだろ。今回で。当たり前になってるから。まあ、はい。IKEA のフライドオニオン、これで最後です。ねえ、あ、いいね。お世話になりました。ニンニクも入れて、あのドデカプタを入れたら完成です。こちら、一応300円ですね。麺とスープ自体は、野菜、ニンニク、焼き豚、フライドオニオン、卵黄と、実はちゃっかりとチーズも最後に乗せております。ね、ジャンクガレッジみたいな、ジャンクガレッジみたいな、はい、感じで、ただね、これ野菜マシマシにしてもいいよって書いてあるんだけども、まあ、やっぱりね、 130g 一食に対してのマシマシはちょっと薄まりそうな気もして、そんなおすすめしないかな。あ、水分量的に。そうっすね、ということでちょっと焼き豚からいってみましょう、ね。外側はこういったちょっと赤々とした、ね、お肉ですけども、意外とそんなにあの甘ったるくはない、むちっとした食感が特徴的、そっちの方が先に美味しさとして来る味わいのね、オニオンまぶしてカリカリと食べても美味しいでしょう、ね。そしてお野菜、お野菜ですね。今回は油がまあないので、一応ないのでね、はい、しっかりめの味付けでちょっと調理をしております、うん、ね。やや味薄めな焼き豚とね、塩コショウが効いた野菜、うめーということで、真似してみてくださいね、一気にもちろん、はい、マジか。串刺しタイプでいきますね、卵黄麺。ちょっとこう関内一郎のような、ね、いや、そうですね、やっぱフライドオニオンがやっぱね、そう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 、思わせるから、ね、あと卵黄もね、絡めていきますけど、ちょっと長めの麺なんですね。確かに、食感はツルツルとしている、すすりやすい麺で、ございます。濃厚トリプル卵黄、こう絡みがね、良かったっすね、やっぱりね、まあ皆さんもぜひね、好きな分だけ卵黄は入れて試してみてくださいということで、さあここで現れました、あれを追加だれとして使う。薄かったっすか。ちょっと、まあ、そうね、そりゃそうっすよね、まあ、2食分の中で1食しかやってないんだから、まあ後からこうやって追加だれとして楽しむのをやってみたかったということで、あ、そう、一番濃いところ、ちょっとあの、酒精っていうね、まあ、発酵を抑えるようなお酒のこうツーンとした刺激があって、非常にこうなんていうかパワフルでしたね、すごく。醤油だけでなく発酵したようなこう味気がしたというのがいいところでしたね、じゃあそんなこと言ったらね、チーズがね、これ序盤ですぐに食べないで、これちょっととろけさせてから食べるのがいいですね、コツです。はい、これはうますぎる。そしてチーズニンニクね、いつの間にか混ざってますけども、あの二郎系的な混ぜそばなんで醤油感がすごく強いんですね。それ入れたからですか、2回。あ、まあ、それもあるけどそれもあるけども、だから後半ちょっとニンニクを混ぜまくってもいいかもしれないですね。海藻のものだけだとちょっと若干寂しいような気もしますね、混ぜまくってください。あ、胡椒ね、ラストはやっぱね、汁なしの胡椒めちゃめちゃ、ね、合うんだよね。スープがあるよりもダイレクトにこう
胡椒の強さが感じられるんでね、絶対にこれはもう準備してほしい。しかもあの塩胡椒でブレンドタイプの胡椒じゃなくて胡椒そのもので入れてほしい。あー、そういううまさが感傷に浸っちゃって、あっ、あと食べてる最中何を考えてるか分かんなかった最後はマヨネーズね、パッケージにもね実はマヨネーズこう入ってるんですよ少し。そうだけど最初から混ぜちゃうと、あの本来の醤油の味が分かんなくなっちゃうんで、ラストにちょっとデザート感覚で入れてほしい。デザート、マヨネーズ、デザートと、はい、デザート感覚で入れてほしい。ということで、完食でございましてそんな丼あったっけ。はい、あ、これも買ってきましたもんね。あー、やっぱり使いました、ね、82.6 ですね、油量は引いてありますね。まあ、じゃあ濃厚醤油、あ、濃厚、ま、濃厚、まあ濃厚な混ぜそばです濃厚、ね、諦めた、ちょっと名前長いんでいやでもね、スーパーでこういったものが売られてるっていうのはやはり二郎ブーム来てると思うんですよね。今これ一昔前ではありえないでしょ。スーパーで浸透とかすごいんですかね。いや、そう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 、特に今お家でね、あの作らなければいけないっていう時期だし、家二郎ブームと自粛がちょうどいい需要になっているということで、ね、皆さんも見つけたら即買いしてください、ね、命令です。調子悪いですよ。ハハハ、